はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということでですね、今、緊急で動画を回してるんですけども、なんと、里崎セレクション発表されました。ありがとうございます。おめでとうございます。Congratulation。おめでとうございます。いやーね、昨日のね、何時かちょっと忘れましたけども、ちょっと僕ね、その時はね、ライジンを見に行ってまして、はい。ライジン見に行ってて、ちょっとその動画すぐに見れなかったんですけども、里崎さんの方のチャンネルで、里崎セレクションというね、動画が上がってるんで、もしよかったらそちらを見てからこの動画を見た方が、もしかしたら面白いかもしれないんですけども、まあ、その動画を見てない方向けにも、一応僕はね、その里崎セレクションについて、どう思ったか、うん、正直な感想。それはね、まあ、一郎セレクションの時みたいな感じで、まあ、酷評するかもしれへんし、ベタ褒めするかもしれへんし、これ忖度なしでね、うん、里崎さんとも仲いいから、もう里崎さんに対しても忖度なしでもうね突っ込んでいきたいと思いますんで、もうねこれ死の後の言わずに早速里崎さんが発表した選手を見ていきたいと思います。何してんねん。そうやな、じゃあまず誰から、まずそうやな、阪神から見ようか。うん、阪神、阪神へムルトンです。はい、いや、まだプロスピ出てないね、マートン。マートン、称号でミート S 乗りますね。87の80。まあね、このマートンに関してはね、ちょっと面白い話があって、まあアメリカの方でね、マートンの関係者の方から僕 DM 来まして、何やったっけな、マートンの通訳じゃないの、何やったっけな。あ、マートンとちょっと関わりのある方から DM が来てね。結構前に。で、そのマートンと話した時に、そのプロ野球スピリッツエースにね、登場してないという話を、こう、マートンさんとしたらしいんですよ。で、そこでこう、いろいろあって、こう、もしかしたらマートンさんが今後プロスピリ出る可能性があるみたいです。これ僕しか知らないです。はい。この情報僕しか知らないですよ。はい。ね。マートン出る可能性あります。まあ、わかんないよ。僕はその方からね、その DM 来ただけなんで、まだわかんないけど、コナミさんとどういう話されてるかわかんないけど、もしかしたら今後マートンがプロスピリ出る可能性はありますんで。はい。その時はこの能力出てもいいんじゃない？佐々木さんが言ったね。確かにもうだって、来日、1年目から200本安打でしょ？ミート S でしょ？うん、それは本当に。で、守備もライトで、CCD やね。はいはいはい。で、特殊能力は超アベレージヒッター、広角チャンス強っ。強っ。これ超広角とアベレージヒッター逆やったら、あ、じゃあ超アベレージヒッターと広角逆やったらもっと強かったね、これね。まあマートンはそんぐらいぶっかしてもいいかもしれんね。で、このチャンスのとこが、これタックルやったらいいかもしれんね。うん、タックル。てか超タックルかな。うん。やっぱ怒られるわ。続いて、広島カープですね。はい。黒田さん。はい。9位81、制球83、スタミナ81ということで、まあ、三振は強いね。けど、まあ、黒田さん、まあ、そうやな。黒田さんは強くないとあかんって言ってたもんな、佐々木さんもな。で、これ、球種が、ストレート、ツーシーム、スライダー、カット、カーブ、スプリット、フォーク、ツーシーム、シュート2種。このシュート2種がね、今までプロスピにいないからね、ちょっとその分に関しては面白いかもしれないですね。まあ、けど黒田さんがもしぶっ壊れても、まあ、文句は言われへんからな。うん。特能キレタイピンチコントロール。まあまあ、これも強いね。うん。男気とかあってもよかったかもしれんね。うん。男黒田っていう特殊能力あってもよかったかもしれんね。そう、1試合前に先発してても、2試合目、なんとか先発できるみたいな。うん。男気でね、うん、俺行くぜって、うん、連投できますよっていう特能ね、それが男気です。はい。で、ベイスターズが、金城選手。まあ、金城選手がラインドライブじゃなかったら誰がラインドライブなんやって言ってましたね。まあ、もう里崎さんが言うんやったら、ということでしょ。うん。里崎さんが言うんやったらそういうことよ。で、なんか特能がおもろかったんですよね。超ラインドライブ、アベレージヒッター、悪球打ちって言って、この里崎さんが言ってた、この悪球打ちが、多少このボール球あるやんか、インコースとかアウトコースもちょっとこう青くなるとき、ボール球なんですけど、カーソルが青くなるときボール球なんですけど、そのボール球でも、ストライクゾーン打ったときと同じスピード感になるみたいな、打球の速度が。それ面白いかもしれんね。で、ミート中アップらしい、悪球打ちが出たら。だから、例えばこのインコースのね、ツーシームとか食い込んできて、ボール球鳴っても、それが悪球打ちが発動しとったら、普通にバーン打てるみたいな。それは面白いっす。うん。その特能は面白い。悪球打ちはあってもいいかなと思った、本当に。守備も強いなぁ。なんか内野最初の方を守ってたらしいからね。内野適性もありますね。まあいいやったらちょっと守らされへんけどな。うん。まあもう外野器用になるでしょうね。まあ今日強い。うん。で、ジャイアンツ、グライシンガーです。はい。セスって言ってたよね。セス。J
全同地リーグ強よ。球種が多い。これスライダーカット、まあ、カットがめっちゃいいって言ってたね。でカーブも意外といいって言ってた。で落ちるボールもいいって言ってたんで、まあ今日強いけど、まああとやな、リアタイはもしかしたらちょっとこの特殊、この能力だったら使えないかもね。まあ今日里崎さんが受けてたって言ってたから、まあこの球種を投げてたってことですね。なんでかっていうと俺がサイン出してたからって言ってたから。はい、特能はコントロール切れタイプ。なるほどね。まあ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 、今日なんか、まあ、まあこれぐらいやったら、まあ頑張ったら打てそう。うん、セスで、ヤクルトが岩村選手ということで、ミート83パー81。あれ元の岩村さんどうなったっけ。あ、ミート77のパワー82やわ。で高弾道ですね前は。ただこれ里崎さんのやつはラインドライブにして、ミートパワー同値がいけるとリーグ的にもいける。で特能が超広角チャンスラインドライブね。いや強っ。しかも守備 A でしょ。まあこれヤクルトバージョンなんで、セカンドは守ってなかったみたいなんで、サードの A。 いやこれはちょっと登場したらえぐいな。サードの超広角ラインドライブでしょ。これもサード岩村さん一強時代来る可能性あるからねこれね。まあ、俺はね、俺はアーティストの方が好きやから、これでも村上の方を使うけど、俺はね、俺やったら。いやこれは強すぎるわ。うん、えぐい。ドラゴンズ和田選手ですね。強い。ミート85パー8。ラインで、ラインドライブ好きやな佐々木さん。佐々木さんラインドライブ好きすぎでしょ。特能超広角チャンス粘り打ちで、なんと守備がキャッキャッチャー守れるということで、まあ最初キャッチャー守ってたらしいからね。うん、キャッチャー守れるということで強すぎるでしょ。だって代打誰かに送ってキャッチャーで守らせるってことやからね、リアタイで。強すぎるわ。でオリックスが谷義智選手か。なるほどね。ラインドライブやまた。もうライドラばっかりやん佐々木さん。ミート85、75と80強っ。まあ守備はもちろんいいね谷選手。まあ守備はもういいよ。うん、特能が超アベレージヒッター、ラインドライブチャンスメーカー。なるほど。いやこれでレフト田口、センター谷、ライト一郎のね、うん、オーダーが組めますねこれはね。え、これはね、オリックスブルーウェーブを見てた僕からしたらちょっとね感慨深いオーダーになりそうこれで。マリーンズが渡辺俊介選手ということで、まあ一回ね、ダルさんが出したことありますね渡辺選手で。これ9位正規、え、これ称号で9位81になるからどっちいけるな。リーグ的にも強いで、特能が超タイピッチ、キレ、伸び、なんかアンダースローのやっぱり人なんていうかな、アンダースローが使えるようにうんなってほしいっていう風に言ってましたね佐々木さんはね。でストレートライジング S、 まあ浮き上がるやつね。うん、でスライダーカット、シンキング、進化、高速進化、カーブということで、いやこれ強いな。いやストレートで、ね、球速がないからちょっとどうなるか分かんないけど、アンダースローの浮き上がる球はちょっと面白いかもしれない。でなんでこんな球種多いんかって、うん、佐々木さんがサイン出してたからみたいですね。はい、もうそれはもう何も言えないっすもん。いやそんな球投げてないでしょなんか俺言えないからねこれは。だからもう里崎さんが言うんやったらそういうことでしょ。はい、サイン出してたらしいからね。いや強いな、使ってみたいっすねこれは。もうめっちゃ使ってみたい。でソフトバンクが、松中選手ですね。しかも皆さんが待望のアーティストでミッパー85同値通よ。これえぐ。もう三冠王やもんね。まあもう佐々木さんも三冠王やからって言ってましたからずっと。はい、で特能が超広角アーチストチャンスということで、まあね、プロスピの今まで出た松坂さんプルヒッターなんですが、里崎セレクションは超広角らしいですね。はい、まあ佐々木さんがね、もうレフト方向にホームラン打ってるのも見てるって言ってたからね、まあ、バット折れながらでもね、まあ持っていくからね松坂さんは。でチャンス、特能がチャンスということで、まあ三冠王やからもちろんチャンスに強いでしょっていうことですよね。うん、で守備も B あります。はい、ファーストで B。 なんでかってゴールデングラブ賞らしいから。はい、ゴールデングラブ賞取ってたら佐々木さんは全員 B らしい。うん、強っ。これはちょっとまあ強すぎるかなっていう面でちょっと大丈夫かなと思っちゃいますこれは。これはちょっとファーストがもう松中さん一強になっちゃうということで、これはちょっと警告したい。うん、この能力で大丈夫なんかってね。はい、これは強すぎるよ。しかもなんかこの松中さんの右投げ右打ちやからね。このプロ、これ佐々木セレクションで登場した松中選手は右投げ右打ちで出てくるからね。はい、これ右信者のね方はもうだいぶ嬉しいでしょう。松中選手が右バッターで出てくるんだからね。うん、まあ間違いやと思うけどねこれは。これはただの表記ミスやと思うけど。はい、で楽天岩隈選手、はい、9位請求が同値いけますね。強い。球種がストレート、ツーシム、スライダー、カット、フォーク、スプリット、シュート。ああまあまあまあこれはまあうんありそうな能力ですね。うん、山本由伸みたいな感じやね。特能コントロール、タイピッチ、エースの風格。はいはい。いやけどエースの風格はね、ダルさん専用の特殊能力の方がいいと思う俺は。エースの風格は今後なんか他のピッチャーについてほしくないっすね。うん、まあWBC のダルさんで初めてついた特能なんで、まあこの能力は、この特能はもうダルさん専用がいいかな俺は。まあ今日強いね。うん、まあここやったら岩隈選手やったらここイケメンとかでいいんじゃない。うん、イケメン、はい、娘可愛いとかでいいんじゃないこれ。娘可愛いで。うん、そして
して西武カブレラ選手ですね。ミート86パワー88強すぎる。うん、これはこれはぶっ壊れや。アーティストでしょ。で、得の超アーティスト降格チャンス。まあ、あーまあまあまあ。まあ、こうやからね。うん。これでこれでライトでホームラン打つから。うん。で、まあ、チャンス。いや、強っ。え、ここ何やったっけ。あ、ローボールヒッターですわ。うん。ローボールヒッター。なるほどね。まあ、佐々木さんはとりあえず打点が高かったらチャンスって言ってたから。うん。とりあえずチャンスつけとけばいいみたいな考え方だね。あの方は。うん。で、守備もまあまあ C ね。はいはいはい。まあ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 。いや、これはちょっと松中選手使うか、カブレラ選手使うか、これはちょっと悩みどこやな。もう右信者の方はカブレラ、左信者の方は松中って感じだね。これはもう一強やね。完全に一強。そしてファイターズ、小笠原選手。いや、小笠原選手はパワーヒッターなんですけども、もう、佐々木さんもう、小笠原さんはラインドライブやろって言ってましたね。うん。ミート86、パワー83のラインドライブ。通用。で、特能が超ライドラ、降格チャンス、通用。もう強すぎるやろ、これ。で、守備はもちろん A でしょうね。うん。え、ゴールデングラブ賞取ってるんでしたっけ小笠原選手。うん。ゴールデングラブ賞取ってるやったら B 以上やからね、佐々木さんは。で、しかもキャッチャーもついてます、適正。うん。キャッチャーを守ってたらしいからね、最初ね。強すぎるわ、これ。で、ラスト里崎選手です。はい、しかも、WBC 版の佐々木さん。まだ登場してないからね、佐々木ちゃん WBC。で、しかも WBC の成績がめっちゃ良かったから、うん。この能力らしいです。ラインドライブなんでやねん。あなたもラインドライブですか佐々木さん。なんか大谷翔平よりなんかアナハイムのね、スタンドにホームラン打ってるって言ってましたからね、さっき。あれ笑ったわ。あれ笑ったわ。うん。大谷翔平より先にエンゼルススタジアムでホームラン打ってるっていうね。で、特能が超高額チャンスを祭り男。このお祭り男は、大会になると、何て言うの、ミートパワーダイアップかなんか言ってましたね。ぶっ壊れやないかい。ぶっ壊れやん。あなたが一番ぶっ壊れですよ、これ、佐々木さん。で、超高額チャンス。うん。で、守備も強い。片え、うん。まあ、バックスクリーンにね、キャッチャーから、キャッチャーのところからボール当ててたって言ってたから、それが片えじゃなかったら、どれが片えやねんって言ってましたね。まあ、確かにね。で、これ、キャッチャーも里崎さん一強の時代来ますって、これ。はい、ということですね。ちょっと、あんまり、訂正できないっす、これは。うん、正味、この能力で出てこられたら。ここ、もうちょいこう変えたら方がいいんじゃないかなとか、もうないもん。これだって強いもん。うん、もうこれで出たらもう、今出た選手全員がリアタイにレギュラーなっちゃいますからね。リーグもそうやけど。リーグも入ってくるから、これ。いや、これはちょっとね、やりすぎとちゃいますか、佐々木さん。あいつ、その、プロスペースの中で、佐々木セレクションが開始されるか。はい。はい、まあ、いつやろうな。え？ん？え？仮装です。いや。仮装なんかい。まあね。まあちょっとまあこう、まあ知ってましたよ。うん、知ってました。はい。茶番ですよね。うん。まあ今日なんかこれをね、なんか真剣に受け止めて、ね、なんかコメント欄とかで騒いでるやつおるやんか。マジお前らの方がしょうもないからね、これは。うん。普通にエンタメとして見ましょう、これは。はい。エンタメですからね。里崎さんにセレクションなんか来るわけないや。ありがとうございました。